アラバスタ王国では国王を疑う反乱軍がついに挙兵。クロコダイル率いるバロックワークスが仕掛けた王国乗っ取り計画は大詰めを迎えようとしていた。反乱を止めるためアラバスタに上陸した麦わらの一味は猛然とクロコダイルのアジトに乗り込んだが罠に陥り、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップが檻に入れられてしまう。ビビの活躍とサンジの起点で檻から脱出したルフィたちだったが、アジトの周りではバロックワークスの社員たちに加え、内乱の情報を聞きつけた海兵までもが麦わらの一味の行く手を阻む。すでに反乱軍は王国の首都アルバーナを目指して進軍中。迎え撃つ王国軍も臨戦態勢で開戦の時を待っている。麦わらの一味はアラバスタ王国を救うことができるのか。本日は晴れ。しかし一部地域のみ蜃気楼や突風の恐れがあります。荒れた天候にご注意ください。あんな奴らに負けないわ。俺も一緒に行くぞ。行くぞ。貴様と俺との格の差を見せてやる。私のモットーは姑息な大犯罪だがね。さあ、覚悟はいい？どうやら舐められきっているようだがね。実に不愉快だ。おい、みんな怪我してないか？俺が治療してやるからな。この私を甘く見たのが失敗ね。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。この程度で固まりゃ死ぬよ。
次行きましょう。
かせとけ。これでも食らいなさい。残念、蜃気楼よ。トルネードテンポ、ここは私がいただいとくわね。砂の能力の真髄は乾きにある。俺を誰だと言わせる。並びろ。あんたバカじゃない。これでも食らいなさい。この世の果てまで蹴り通してやる。そうか、ミイラになりて。そこどけよ。お金ならぶっ飛ばすぞ。負け犬にはお似合いの巨星、根拠もです。お前が俺に勝つ。やっぱりこれ強いんじゃないか。これでも食らいなさい。残念、蜃気楼よ。トルネードテンポ、鬼切り。おい、俺が相手じゃ不足か。そうか、ミイラになりて。レザー、俺を誰だ。鬼切り、からびろ。やろう、俺と思ってやめてると後悔すっぞ。おっと、私ばっかり働いてない。何すわ、今日は一段と素敵だ。We'll be right back.